はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィジです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープキット真珠湾攻撃シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。で、前回西海岸サンディエゴへの上陸作戦を行いました。そのサンディエゴを増しがかり、今回はロサンゼルス、サンフランシスコ、この2つの拠点を取っていきたいというふうに思います。で、サンディエゴを攻略した艦隊、まあ、主な機動部隊になりますけども、この機動部隊を使って、ロサンゼルスにすでに空襲をかけているという状態です。なので、ロサンゼルスの基地を無力化しつつ、陸戦隊を送り込んで占領という形を取っていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。では、ロサンゼルスに向けて、南雲さんの主力の機動部隊から攻撃隊を発艦させていきます。ハワイを出港したときは400機あった航空機も315と少し減ってきています。この後まだサンフランシスコ、そしてシアトルと攻撃目標、攻略目標がありますので、できるだけ損害は少ない状態でいきたいと思います。では、栗田さんの艦隊からもですね、攻撃隊出しましょう。全169機、陸戦隊戻します。ここでロサンゼルスに対して地上戦を仕掛けて、できるだけ早くロサンゼルスを占領をしたいと思います。で、その後は、その勢いのまま、サンフランシスコに入って、そこで一度休息を取りたいと思います。では、波状攻撃を仕掛けます。栗田さんの艦隊の攻撃を行った直後ですね。南雲さんの艦隊、主力の機動部隊を使って攻撃を仕掛けていきます。ただ、ここも284機まで航空隊が減っているので、ちょっと補充しなければいけないというのと、補充したとしてもですね、熟練搭乗員ではないので、連動がだいぶ下がる。やはり一刻も早くシアトルまで上り詰めた方が良さそうですね。
はい。ロサンゼルス占領しました。航空隊の消耗が徐々に顕在化してきましたが、ここまでサンディエゴ、ロサンゼルスと取りましたので、今回サンフランシスコまでね、頑張って、部隊を進めたいと思っています。では、サンフランシスコに対して、空爆を行っていきます。南雲さんの航空隊ですね。サンフランシスコに対してはまだ今回初めて攻撃を仕掛けていく段階ですので、敵の直縁あるいは要塞施設、充実しているという状況が考えられるので、ある程度損害が出ると思われます。そんな中でもね、できるだけ損害なくくぐり抜けてくれたら嬉しいなというふうに思います。はい、第一次攻撃隊、帰還しました。やはり守備隊も99遠く、要塞度も高い、直撃機も多いということで苦戦が予想されますね。続いて第2次攻撃隊も出していきます。すでに一部の陸戦隊はサンフランシスコに上陸済みです。なのでこれを支援する形で第2次攻撃隊を出していきます。まあ、司法ともいえる南雲さんのところにいる熟練搭乗員を要する航空攻撃隊ですね。第2次攻撃隊戻ってきています。まず飛行場を潰せたのが大きいかなというところですね。続いて第3次攻撃隊による攻撃です。敵は飛行場を突貫で直してきてますね。直縁が上がってきているようです。数は35、まあ、それなりの数が上がってきている状態になります。はい、この第3次攻撃隊によって再び飛行場を破壊、さらに守備隊の数も19まで減らしましたね。では陸戦隊をいよいよサンフランシスコへと上陸させていきたいと思います。これでサンフランシスコが取れたら、一時的にサンフランシスコで休息を取ってからシアトル、最後のアメリカ軍の拠点というところに、ね、入り込めるかなと思います。はい、サンフランシスコを取りました。陸戦隊の数まだまだ余裕はあるんですけども、航空機の数、あとは各艦隊の士気、これが少し低下しているので、このサンフランシスコを拠点として一度休息、士気の回復を図った後、サンフランシスコからシアトルへと、出撃をしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回がおそらく最終回ですかね。